受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今の率直なお気持ちを聞かせください。やっぱりその決勝で甘い場面がちょっとちらほら出てしまったので、あのフォールしに行くところの決めの部分であったり、2ピリ目の最初のグラウンドをガブってバックテイクダウン取った後の、楽に2点4点取りに行こうとしてた部分をうまく返されてしまったり、まあ、爪の甘い部分が出てしまったので、しっかりそこを修正して次の大会に向けて頑張っていけたらなと思います。この大会オリンピックの選考会ともなる大会ともなっていますけれども、どんな思いで臨んでいたんですか？やっぱりその一番勝ち切らないといけない最初の大会だったので、まあ、でも僕は挑戦者の気持ちですごくリラックスして攻め続ける気持ちを持って、決勝も最後の取られた後にポイントを取りに行けたり、攻めることはできていたと思うので、まあまあ球体点かなと思います。久しぶりの57キロ級だったと思いますけれども、はい、いかがでしたか？いや、まあ減量はきつかったんですけど、61キロで世界選手権も経験することができて、自分のパワーであったり技術的な部分も世界一だということが証明できたので、しっかりその生かしてきた経験を、まあ、57に最適化してやってこれてるんではないかなと思います。今大会で準決勝ですけれども、高橋優希選手との対戦もありましたけれども、その点、はい、その試合を振り返るとご自身の過程でいかがですかね？ずっと最初から攻めようと思ってたので、どの試合もその高橋選手だけに限らず、ずっと1回戦からすごく相手も強い選手で、世界ジュニアチャンピオンであったり、決勝も後輩の新井選手でしたけど、やっぱりすごく国際大会の舞台でもアジアで3番に入ったり、強い選手がたくさんいたので、まあ、自分のいい形を出せてよかったんじゃないかなと思います。先ほどもちょっと爪の甘い部分が出た決勝でもとおっしゃってましたけれども、この大会通してご自身の中で課題と見えてきたものありますか？まあ、やっぱりその一番は技術云々よりかは、そのいかに試合でベストなコンディション、ベストなパフォーマンスを出すために、自分の持っている力であったり技術っていうのを57にどうやって最適化して落とし込めるかっていうことだと思うので、まあ、しっかり日々の食生活であったり、その体の筋肉量とか体脂肪とかをうまくコントロールしてやっていくことが一番重要なんではないかなと思います。今後パリへの選考も続いていきます。今後のプランでしたり目標を教えてください。まあ、ちょっと細かい数字になってくると、やっぱり体重自体は女子棒体重が54キロぐらいに落とし込んで、体脂肪率 8% で6、8、48、59キロ、まあ59キロちょっと、最低でも60キロぐらいをキープしてやっぱりやっていかないと、試合でもへばってバテてしまうと思うので、まあうまく体作りからしっかり再スタートしていきたいです。先ほど減量それきつかったって話ありましたけど、はい、やっぱり減量は想像以上のきつさがあったんですか？そうですね、やっぱりその、まあ、2回ぐらい失敗してるんですけど、やっぱりそのもともと自分はすごく力が強くて、57キロで出ても相手の選手がすごく小さいと感じる方だったので、まあ、実際その世界選手権で61で出てもパワーの面でも圧倒的でしたし、やっぱりそういうポテンシャルを持っているので、なるべくそのポテンシャルを試合で出せるための体作りっていうのをもっともっと突き詰めてやっていかないと、また同じ失敗を繰り返してしまうことになると思うので、まあただがむしゃらに筋トレするんではなくて、しっかり自分の体と向き合って、その上でレスリングをもっともっと完成させていかないといけないと思っているので、まだまだ課題はたくさんあるので、しっかり練習していきたいです。
試合の前日とか前々日のやっぱり食生活っていうのは相当厳しいものがあるんですか？そうですね、パサパサしたものばっかり食べてて、やっぱりその、まあ、でも結構食生活自体はだいぶ鶏むね肉であったり鶏肉であったり、ちゃんとご飯の量とか炭水化物、タンパク質、脂質のバランスを考えてすごく自炊するようになって、食生活の部分ではできてきているんですけど、やっぱりその試合直前になった時の減量の水抜きであったり、この2日目になった時の体重の戻し幅とかでもやっぱりもっとうまくできるんじゃないかなっていう部分が自分でも見えてくるので、もっともっと工夫して、まだ全日本選抜まで半年あるので、さらに強くなっていい結果を出せるように頑張りたいです。減量の仕方も毎回毎回試行錯誤している部分あるわけですね。そうですね、まあでも大体結構やることはもう明確になってきて、脂質を減らしてカロリーをコントロールしてビタミンをしっかりとって、何日前に早めに早めに落としてで、できてきてはいるので、まあ、ちょっとまだ水抜き脱水する部分がすごく下手くそなところはあるので、しっかり、まあ、反省を生かしてやっていきたいです。ありがとうございます。高橋選手がこう戻ってきたことに関してはこう、はい、まあ、どんなふうにこう受け止め、刺激であったりこう受け止めであったり、まあ、ここもまた争っていくのかなと思うんですけども、こう、そうですね、結構僕はビビリな方なので、どんな選手とやるときでも、1回戦の高校生が相手だったんですけど、高校生相手でもすごく緊張してものすごく映像をたくさん探そうなので、あんまりこう誰か1人に固執するというよりかは、本当は16人エントリーしていた僕以外の15人分の選手の映像は全て見てきて、ずっと2ヶ月ぐらい前から対策してきていたので、誰が勝ち上がってきてもいいように準備して、試合になったらあんまりどの選手とやっても気持ち的には変わらないです。今回その知見というか、減量の仕方を、まあ、知識として得られたわけですけれども、まあ、次に向けてはどういう感じで進めようとか、改善点というのは。そうですね、まあ、まだもうちょっと体脂肪率を絞れるところであったり、筋力的にもちょっとまだ自分の力が強いっていうのはあれなんですけど、筋量も若干多いんじゃないかなと思うので、もう少し有酸素運動を取り入れて、まあ、あとはそのスタミナの部分はまだまだどんどん強化できる部分があると思うので、まあ、でも今年1年しっかり国内外で一度も負けることなく試合を終えることができたのはすごく評価できる部分じゃないかなと思うので、来年1年もこのままパリまで無敗で駆け抜けていけるように頑張っていきたいです。ちなみに理想とする減量の仕方から今回は何点ですか？100点でいうと、100点満点でいうと、ちょっとやっぱり最終日がきつかったので、初日試合終わった後はすごく意外と踏ん張って落とせたので、まあ、70点、75点ぐらいかなと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。樋口選手、ありがとうございました。ありがとうございました。